おざます。おざます。パイさん、モーカさん、おざます。カズキさん、マリちゃん、太陽さん、おざます。今日は7月15日ですね。7月15日。てぬみさん、おはようございます。今日はですね、海の日。しりまるさん、ひかるさん、今日は海の日なんですね。で、その海の日っていうのは、まあ、その海開きといいまして、その海水浴ができる日ということなんでしょうか。まあ、今年はちょっとですね、まだ梅雨が明けてないので、まだ海に行くのはちょっと早いかもしれませんね。で、今日のタイトルは、今日は海の日ということなんですが、この今日はですね、もう一つ知られてない日なんですね。まあ、ほとんどの日本人が知らない日なんです。それは何の日かというと、プロライフの日なんですね。プロライフ。プロライフというのは、その、プロというのは肯定するという意味ですね。プロ、肯定。ライフは命。つまり命を肯定する。命を肯定する。つまり、中絶反対。これ国さん、おはようございます。中絶反対のことをプロライフと言いますね。プロライフ。で、その反対の言葉がプロチョイスという言葉があります。プロチョイスというのは、チョイスは選択ということですね。つまり、産むか産まないか、ね、子供を妊娠します。そして、産もうか中絶しようか、産もうか中絶しようか。そのように女性には、その産む産まないという選択の権利がある。産む産まないの選択の権利がある。それがプロチョイスですね。それに対して私たちプロライフ、まあ、プロライフの運動をしている人をプロライファーと言います。もう私はかれこれ40年やっておりますが、プロライファーにとっては、その胎児の生存権ですね。胎児が一人の人間として生きる権利がある。誰でも生存権ってありますよね。まあ、基本的人権です。基本的人権の中に一番大事なのは生存権ですね。私たちは生きる権利がある。生きる権利がある。ね。そういうわけで、私たちは、その、胎児の生存権は、女性の、出産権。出産権っていうのかな。出産権、出産するかしないかの権利よりも、優先する、胎児の生存権を優先するというのがプロライフです。そして、今日ですね、今ちょっと雨降ってるんですけど、多分夕方には雨が止むと思うんですが、銀座でですね、サミヤさん、おはようございます。銀座でプロライフの、デモをしますね。デモをします。そして、その毎年やっておりますね。毎年海の日、まあ、ここで3回目か4回目ぐらいでしょうかね。3年か4年ですね。皆さん知ってる方は知ってると思いますが、毎年、まあ、以前はちょっと違うところでした。渋谷あたりだったんですけど、最近は銀座の近くでやっています。その、中絶反対のデモをします。で、その、その中継配信、中継をですね、放送の中継をします。リュウビさん、おはようございます。ワロ君さん、おはようございます。そして、それが大体ですね、4時半ぐらいだと思いますね。午後4時半。今日の午後4時半に、その、ちょっとですね、
ちょっと待ってください。いつもあの5個のスマホで、今5個のスマホで放送してるんですが、まあ、結構1時間歩くの大変なので、こういうふうにですね、2個ここに1個2個のスマホをこうやってやる予定ですね。で、ですから5個の放送ができなくて、でツイキャストファッチ、ツイキャストファッチだけでやりますので、皆さん他の放送の方はですね、ツイキャストファッチに来てくださいね。ツイキャストファッチ、だいたい4時半ぐらいだと思いますね。多分雨でもやるかもしれませんね。雨でもやりますが、こういうふうにしてですね、やります。だいたい1時間か1時間半ぐらいですね。1時間半ぐらいの予定でやります。ですからぜひ皆さん一緒に、ね、プロライフの運動をしましょう。プロライフの運動、それはまあどういうことかというとですね、これも霊的戦いなんです。皆さん、霊的戦いというのはいろんな、まあ、領域があります。霊的な戦い、サタンはですね、人殺しです。そしてサタンはですね、悪魔殺し、サタンは赤ちゃん殺し、サタンは赤ちゃん殺しなんです。なぜ赤ちゃんを殺すのか。それは、いつも言うように、サタンは自分が地獄行くので、人間を憎んでいます。人間が、天国に行かないように、自分が天国から追放されたので、悪魔は、人間が天国行かないように、イエス・キリストを信じて天国に行かないように、赤ちゃん殺しをしますね。赤ちゃん殺しをします。まあ、実際は中絶された赤ちゃんは天国に行くという証もあります。悪魔は人間を殺して、人間を殺して、その神様の栄光をその取ろうとしています。人間は神の、姿に似ている。私たち人間というのはですね、私たち人間は神様に似せて作られた。神様に似せて作られた。ですから人間に尊厳がある。尊厳。尊厳っていうのは何でしょうかね。動物と違って人間にはですね、特別な尊さがある。神様が尊いように、神様が尊いように、人間には特別の、その、尊さがある。ですから私たちは人間を憎んだり、人間をの命を軽んじたり、人間を恥ずかしめてはいけないわけですね。私たちは悪い人さえも、悪い人さえも基本的人権があるんだ、悪い人さえも愛する必要があるんだというのがイエス様の教えです。ユウさん、おはようございます。ヒットさん、そういうわけで、私たちは、その中絶、悪魔が赤ちゃんを殺したいということに対して、多くの人はいや、人間を殺してるんではない、肉の塊をただ、出してるだけだと言います。でも、肉の塊ではないんですね。小さな、もう受精の時から人間なんです。それは神秘的なことですが、小さな赤ちゃんにもね、もう内臓もあり、そして手足もあるんです。まあ大体、妊娠3週10週、もう小さな手足があります。たとえまだ人間の形をしてない受精卵だとしても、私たちは、人間をですね、
受精卵を人間として取り扱うべきです。なぜかというと、すぐに人間になっていくわけですね。その人間としての、ね、人間としての成長がもうあるからです。坂田さん、キューちゃんの紹介してもらった教会の男性と信仰結婚することになりそうです。あ、そうですか、そうですか。なんていう教会だったかな。新海さん、なんで死なないと天国に行けないんですか。この地上ではですね、仕事があるんです。私たちは、この地上で神様の仕事があります。神様の仕事をして、そして天国に行きます。アイポンさん、おはようございます。私たちはこの地上において、6日間仕事をして、6日間仕事をして7日目に休みがあります。まあそれはいろんなパターンがあるでしょうけど、日曜日に休む、日曜日に休むっていうのはキリスト教の習慣なんですね。私たちは6日間仕事をして7日目に休む。それはどういうことかというと、私たちはこの地上で仕事をし、この地上で仕事をして、そして天国に行く。天国が休みということですね。多くの人は本当の安息は仕事のない日のことではなくて、天国が本当の安息の地と言われています。多くの人は、自殺したら、楽になるんじゃないかと思ってますけど、そうではないんですね。そうではなくて、自殺したら、もうとんでもないところに行ってしまいます。奈落の底に落ちて永遠に苦しむような、永遠に、拷問に遭うような、厳しい状況に行きます。サタンはですね、人間を騙して、ね、さっきはサタンは赤ちゃん殺しと言いましたけど、実はサタンは、自殺を進め、他殺を進め、人殺しを進めるんですね。それがサタンの目的です。サタンの目的は人間を殺すことなんですね。ですからぜひ皆さん、その霊的戦いのその本質を知ってほしいと思います。奈落の底というのは地獄のことですね。地獄のこと。バプテスマっていうのは2種類あります。バプテスマ、水のバプテスマは水の洗礼、洗礼ですね。それから聖霊のバプテスマ、これは聖霊の洗礼。この聖霊の洗礼が大事なんですね。水のバプテスマは、表現にすぎません。水のバプテスマを受けても、聖霊のバプテスマを受けなければ救われません。この聖霊のバプテスマを受けることが救いです。リュウビさん、私が生まれたのは大きな間違いなんだよ。それがサタンの洗脳です。サタンはですね、人間は生まれてこないはよかった。人間は生きる価値がない。生きる意味がないと。それがサタンの嘘です。霊的戦いっていうのは真理と嘘の戦い、真理と嘘の戦いです。多くの人はサタンに騙されてます。ですから中絶もですね、中絶しても大丈夫だというふうにサタンに騙されてるわけですね。洗脳されてます。そうではない。本当に、赤ちゃんは、殺してはいけない。赤ちゃんは生きていてね、生存権があって、誰も人の命を奪う権利はないんだ。自分のお腹の中にいるから殺していいわけではない。お腹の中にいる人間は別人、ね、お母さんのものではないし、お母さんと別人なんだよ。お母さんと別人なんで、他人をお腹の中にいるから殺していいわけではないということです。多くの人は、その中絶のことをよく知らないんですね。どれほど胎児が
痛みを感じ、どれほど苦しみ、どれほど暴れるか、多くの人はそれを知りません。今それを超音波の映像とかで見ることができます。彦さん、中絶された赤ちゃんは天国に行くという証があります。地獄がどういうところか見たことがありますか？私は見たことがありません。でも見たことがある人がたくさんいます、ね。見たことが、地獄の、23分だったかな、地獄の23分っていう YouTube の動画がありますから、はるきさん見てください、ね。地獄の23分を見ると、地獄が見てきた人の話が聞けます。本当に恐ろしいところですね。そしてその方だけじゃなくて、いろんな方が地獄を見てきました。私は地獄を見てませんけど、地獄の声を聞きましたね。地獄の声を聞いて、もう本当に恐ろしいです。恐ろしいところです。それでですね、中絶も霊的戦いだということですね。進化論も霊的戦いです。悪魔はですね、人間は神によって作られたんじゃなくて進化してできたんだよという嘘ですね。科学的な根拠はないんです。仮説なんですね。科学的にも仮説です。証拠はないんですね。でも多くの人は、あたかも進化論がですね、科学で証明されたようなふうに錯覚してますけど、証拠はないんです。そして仮説なんですね。それもサタンの策略ですね。中絶、進化論、これサタンの策略です。モーカさん、胎児は小さくてももう命は授かってます。中絶は罪のない人間を殺すことに値すると思います。そういうわけで、ぜひ今日の4時半前後に、ツイキャストフワッチで外配信する予定ですので、皆さん一緒にですね、これは霊的戦いですね。霊的戦い、私たちは、中絶をしてしまった女性を責めません、中絶させた男性を責めません。私たちはむしろ彼らが苦しんでいることを知ってます。男性にしても女性にしても、中絶をしてしまったという 罪責感があって、本当に、その自分を責めている人がたくさんいます。ですから、私たちはそういう人たちが、その罪を、罪が許される、イエス様によって罪が許される、イエス様によって罪が許されるということを知ってほしいと思います。そしてその中絶は良くない、中絶はまさに悪魔の策略なんだということを知ってほしいと思います。キューちゃん、いつも何時に寝て何時に起きるんですか？9時に寝て4時に起きますね。9時に寝て4時に起きます。坂田さん、吐き気で一日中苦しんでいるときは早く天国に行きたいと思ってしまいます。自分を責めている人たちを救ってあげて、そうですね、そのサタンの嘘に対して、真理を語り、多くの人がサタンの嘘に気づいてほしい。多くの人がサタンに騙されないで、正しく生きてほしいのです。多くの人は騙されています。私ですね、大体20年か30年前、ちょっと正確に忘れました、そのプロライフの運動をしててですね、
今選挙の時ですけど、各政党にね、各政党に中絶はどう思いますかというアンケートを出したことがあるんです。アンケート出したんですね。そしたらこうアンケートが来ましたけど、実はですね、彼らは中絶反対じゃないんです。個人的には中絶反対というような意見もあったんですけど、彼らは中絶反対って言うとですね、票が取れないんです、ね。中絶反対って言うとですね、みんなですね、投票してくれない。だから彼らは、中絶は良くないと思いつつも、政党としてはですね、中絶反対を公約に入れられないんですね。そういう、弱さが日本にはあります。でもアメリカすごいですね。アメリカはトランプ大統領は中絶反対とね、はっきりと表明しています。アメリカの特に大統領の選挙では、その中絶問題が、論争の一つになります。アメリカの共和党、ね、共和党は中絶反対、クリスチャンが多いのでね、クリスチャンが多いので。そして、民主党ですね。民主党は、プロチョイスですね。プロチョイス、つまり、産むか産まないかは、女性の権利だということですね。そして、プロライフはいやいや、胎児には生存権という権利がある。胎児を勝手に、ね、勝手に殺してはいけないというのがプロライフの考え方ですね。はい、私たちは神様の御心を行います。神様は全ての人を愛していて、全ての人が死ぬことを望んでいません。多くの人はですね、人が死のうと生きようとそんなの関係ないよ、人が死ぬことをね、自殺する人は勝手に死なせなさいね、中絶したっていいじゃないかと思っている人がたくさんいます。それは、神様の御心を知らないからですね。神様の御心を知らないから、そういうふうにサタンの騙しに騙されてしまいます。サタンはなんとか人間同士が憎み合い、殺し合い、傷つけ合うこと、ね、それがサタンの戦略です。サタンの戦略です。ですから皆さん、ぜひ、サタンの戦略に、ね、騙されないでほしいと思います。私たちは人が死んでほしくない。悪い人でも、死んでほしくない。誰も死んでほしくない。みんな天国に行ってほしい。みんな地獄に行ってほしくない。みんな地獄に行ってほしくない。みんな天国に行ってほしい。そういうふうに思うことが、神様の御心と一致するわけですね。そういうわけで、今日のタイトルは、今日は海の日。海山の、今日は海の日ですけれども、赤ちゃんを産んでほしいという海の日にかけたわけですね。はい、それではですね、明石タイムいきましょう。明石タイム。イエス様を信じて、人間の命には尊厳があるんだ。どんな人の命も尊いんだ。もう本当に私たちは命を尊ばなければならない。人権を尊ばなければならない。多くの人が傷ついたり死んだりすることは、もうそれは良くない。もう自分のことばかりではなく、またお金よりもはるかに人間の命が尊い、
私たちは互いに命を尊び合わなければならないということが分かった証し、イエス様を信じて初めて、イエス様を信じて初めて生命の尊厳、生命の尊厳が分かるようになってきた証し、悪魔の嘘に騙されていた、悪魔の嘘に悪い人は死んでしまえみたいな、そういうサタンの洗脳を受けていたけど、そうではない、そうではない、どんな人でも生きるべきだ、どんな人でも神に似せて作られたものとして天国に行くべきだということが分かった証し、スタート。はい、小月さん、おはようございます。リュウビさん、価値のない命はありません。リュウビさんの命は尊いんですね。リュウビさんは、サタンに騙されて、自分はもう価値がないと思わされてるに過ぎないんです。リュウビさんの命はものすごく尊いんです。ものすごい尊いんですね。サタンに騙されてます。リュウビさんは自分を憎んでいますね。自分を憎んでいます。はい、証しください。証しください。モーコさん、すべての命を尊びたいです。悪魔に騙されないようにしたいです。自殺してる人にも、自殺したら地獄に行ってしまうことを教えていきたいです。そうですね。ヒットさん、神に生きれば私に恐怖はない。ユウさん、人を恨んだり憎んだりするのは平和ではありません。私たちは愛し合って生きなければならないと分かりました。坂田さん、クリスチャンになって命の尊さが分かるようになりました。皆さん、命が尊いからお互いに敬い合うことができるんです。命が尊いから人生が尊いのです。命が尊いから全てが尊くなるのです。ユウさん、イエス様はどんな罪人のためにも死んでくださったのだから。そうです。イエス様は私たちが生きてほしいから、死んでほしくないから、滅んでほしくないから、イエス様は十字架にかかって死んでくれたんです。イエス様ご自身は尊いです。しかし、その尊い命を私たちに与えてくれる方、永遠の命という本当の尊さを私たちに与えてくれるために、イエス様は死なれたんですね。眠いのさん、キューちゃんに悪コメしなくなりました。ありがとうございます。モーカさん、ユウさん、イエス様はどんな罪人のためにも死んでくださったのだから。そうです。モーカさん、イエス様はどんな人も愛してくださっていると伝えたいです。そうです。
ポンさん、イエス様のおかげで体の浮腫が取れました。あ、むくみ、ごめんなさい。イエス様のおかげでむくみが取れました。タイさん、胎児も羊水に浸かってますよね。私たちと同じ主の牧場の羊の子ですよね。神の子ですよね。胎児はこの羊水という水の中に使っています。皆さん、お豆腐はですね、お豆腐は水の中で売ってませんか？パックの中に水があって、水の中にお豆腐ありますよね。まあ、それはお豆腐を守るためですね。水があることによってお豆腐は、まあ、守られてる。潰れないようになってます。胎児もそうですね。羊水によって守られてる。ちょっとこうぶつかったりなんかしてもですね、ショックアブソーバーみたいにですね、胎児を守るために羊水に使ってます。これも神様の知恵です。ね、もう人間の体は、もう神の知恵で満ちてますよ。神の見えで満ちてます。皆さん、赤ちゃんがね、赤ちゃんがこう出るとですね、出るとそれまでは心臓がですね、まあ、肺循環はしてなかったんですけど、こう何かですね、心臓の壁に穴がありましてね、この心臓の壁に穴があって、それがなんかピタッとこうくっつくのかな、ピタッとくっつくと肺循環、ね、肺の方に血が行くようになるという非常にデリケートなメカニズムがあります。皆さん、それがですね、もう本当に偶然とか進化とかでありえないような微妙さです。赤ちゃんは生まれるとすぐに、ね、おぎゃーって泣いて、空気が入ってね、空気が入って肺が膨らむんですね。それまで肺が、まあこう、ぺっちゃんこになってるんですけど、風船が潰れたようなぺっちゃんこですけど、おぎゃーってこう言った時に空気が入ってね、空気が肺の中に入って、肺が膨らむんです。で、膨らむと同時に血液がですね、肺の方に行って自分で呼吸ができるようになるんですね。お腹の中にいた時には呼吸ができないので、お母さんから何でしょうかね、酸素をもらってたんですけど、生まれたら自分で呼吸しなきゃいけないので、まあ、おぎゃーっていうわけですね。ですからおぎゃーって泣かないと呼吸しませんからね。泣かない赤ちゃんをお尻をペンペンペンって叩いてね、これ体罰じゃないです、体罰じゃなくて赤ちゃんのお尻を叩いておぎゃーって言わせますね。実は私も生まれた時におぎゃーと言わなかったそうですけど、まあお産婆さんにお尻叩かれておぎゃーと言って、泣いて呼吸をするようになりました。多くの人はね、まだ自分で呼吸していません。多くの人は霊的にまだ寝ています。聖霊を受けて、聖霊というのは、まあ、息と同じ、ギリシャ語の言語がありますが、その聖霊という神の息を吸って私たちはおぎゃーと生まれます、ね、神の子として生まれます。ぜひ皆さん、神様の作られた人体、赤ちゃん、本当に、神秘的な神の英知ですね。私も中絶
されかかりました。母が3人目だということで私を中絶しようとしましたけど、神様に守られて中絶が免れました。本当に私も生まれてきてよかったです。私も生まれてきて皆さんにこのように伝道ができています。はい、それではファイナルメッセージ、皆さん、私たちは命の尊さを知らずに生きています。この世もですね、命の尊さを認識していません。その中絶はその一つの代表的なことですが、そればかりではありません。犯罪、いじめ、パワハラ、セクハラ、虐待、全部結局は命の尊さを、持っていない、人権を認めていない、命が軽く扱われている。そこに、社会の問題の根本があるんです。人間軽視こそ、ね、人間軽視こそ、それは、イエス様を信じないことの結果、イエス様を信じないことの結果、多くの人は人間軽視として生きているんですね。モーカさん、本当に良かったです。旧牧師がいなければ私は地獄行きでした。イエス様ですね。イエス様がモーカさんを救ってくれました。今ゲームでね、ゲームでこう殺人ゲームがあって、バン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 ってこう打つゲームがあります。やはりですね、人間の痛み、人間が弾に当たって死ぬ時の、ね、死んでいく、そういうことがですね、本当にとんでもないことなんだ。人間の痛み、苦しみ、私たちは人の命を軽くして扱ってはいけないのです。人の命は神様が尊いように、神様が尊いように、人間一人一人は尊いんです、ね、悪い人だから、人権がないとか、悪い人だから死んだ方がいいとか、とんでもないことなんです。そうではないんです。どんな人も、皆さん一人一人素晴らしい存在、生きるべき存在、イエス様を信じて、イエス様を信じて神の子になれるんです。ぜひ皆さん、お互いの、命、お互いの人生をお互いに尊びましょう。尊び合いましょう。お互いに尊重しましょう。自分も尊重されたいです、ね、自分も尊重されたいけど、他の人も尊重しましょう。それが神の愛です。神の愛というのは、相手の命を尊重することです。尊重し合う社会、お互いに尊重し合う社会、それが神の国です。しかし、イエス・キリストを信じなければ、イエス・キリストを信じなければそれができません。なぜならば、罪という深刻な原因があるから、それができないんです。世の中が愛し合うことができないのは、イエス・キリストを信じないからなんですね。ぜひ皆さん、そこのところを理解してください。今日の放送を聞いて、あ、目から鱗が落ちた。あ、人の命って尊いってことは分かってはいたけど、なんとなくよく分かんなかった。考えてみたら、小さなお腹の中の赤ちゃんも人間なんだ。人の命を軽く扱ってた。平気で罵り、平気で悪口を言い、平気で、暴言暴力を吐いていた。これはとんでもない生命軽視だった。悔い改めてイエス様を信じよう。これからはそういうことをやめて、人間軽視、生命軽視をやめて、これからはイエス様を信じて、人を大切にしたい。命を大切にしたい。人の尊厳を大事にしたい。そう思う方はアーメンと言ってください。そう思う方はアーメン。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 
皆さん、銀座に来れる方はね、銀座に来れる方は、4時集合かな、4時、カトリック築地教会、カトリックで集まるの嬉しくないんですけど、仕方ないですね。カトリック築地教会という教会があります。そこに4時集合ですね。4時集合です。もし来れる方があったら一緒にデモをしましょう。ね。一緒にデモをしましょう。天のお父様、感謝します。世の中では、もう本当に、特に日本では、1日1000人の赤ちゃん、1日1000人の赤ちゃんが、殺されています。あなたが一番悲しんでいます。あなたが一番苦しんでいます。どうぞイエス様、命の尊さを、どうぞ、伝えさせてください。日本ではまだプロライフの運動が弱くて、一部の人しか理解されていません。多くの人は中絶はいいんじゃないか、女性の権利じゃないかと思っています。自分の都合でその不貧困が理由で妊娠してしまった、もう中絶しかない、中絶しないと自分は困ってしまう。中絶しないと、生活ができない。しかし、お金とか生活とか自分の立場よりも、命の方が尊いんだ。自分が犠牲になっても、人の命は尊いんだという。どうぞ、多くの人が目から鱗が落ちて、ああ、私は今まで人の命を軽んじていた。と、悔い改めて、その罪をイエス様に許してもらうことができますように、今、アーメンと言った方々が、の罪が、イエスキリストを信じる信仰によって、悔い改めによって救われますように、許されますように、お願いします。多くの方々、自分を責めているかもしれません。または、忘れていたかもしれませんが。今、悔い改めて、イエス様を信じて許されますように。イエス様、命の尊さを、この社会に広めることができますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、はるきさんね、詩編139編。詩編139編、ちょっと読みましょうか。13節。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。それから、16節。私の目は胎児の私を見られ、あなたの書物に、すべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、胎児は神様が作ったとはっきり書いてありますね。胎児は神様が作って、神様は胎児を見ている。神様は胎児を見ていると書かれています。胎児は人間です。胎児を殺してはいけません。尊い人間です。尊い赤ちゃんです。それでは、また4時、今日の4時半にお会いしましょう。そして夜がね、ごめんなさい、夜はですね、4時半に、放送するために、夜は休みます。ごめんなさい。夜は休みます。今日の夜はありません。しかし4時半にありますので、ツイキャスとフワッチだけですけど、来てください。それじゃあ4時半にお会いしましょう。シャローン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 。